松弘です。今回もよろしくお願いします。今回はですね、隠れ人気企画台本企画の第5弾をやっていきたいと思います。第1弾から第4弾をまだご覧になっていない方はぜひご覧いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。今回は来週末に行われるフィルドラ上映会でも上映予定の雑居時代を台本企画していきます。こちらは決定校の台本ですね。この昭和を感じるインクの感じもいいですね。今回は上映会のゲストにお呼びする藤間奈美さんの出演シーンをメインに台本比較していきたいと思います。では早速見ていきましょう。ただいま。おかえりなさい。くたびれたでしょ。そうなのよ。ゆうべは6人も休館があってもうくたくたなの。ご飯は？それよりとにかく寝たいわ。2時頃起こしてくれる？私出かけんだ。ねえ、目覚ましでもかけといて。まあ寮生活と一緒ね。いいわよ別に。どうせ私はこの家では厄介者の同居人なんでしょ。またそれはね、2階のあいつのこと。ジャックはジャックでも風天ジャックなんだから。まるで風天ジャックはよかったね。ひげ剃ったぐらいでモテると思ってんの？ひげ剃ったの？間が抜けた顔になったでしょうね。コブがないラクダみたいねところでさ、姉さん、今夜ちょっと病院抜けらんな。どうして？みんなでね、秋ちゃんの店応援しに行こうってわけ。はあ、あれ、なんてお店だっけ？シャンゴリラ。はあ、富士山と大原さんが現場で話し合って会話を続けたのかなと想像してしまいますよね。私以外もですね、雑居時代のファンの方なら多いと思うんですけども、この第4話って私大好きなんですよ。前半の大きな山場がこの第4話なんですね。それが一番分かるシーンがこの第4話の最後のシーンですね。あ、そうです。あ、どうも。もしもし、日本大使館ですか？あ、すいません、あの大使。元気かい、お母さん？ええ、元気ですとも。どうしたの？あんたが電話してくるなんて。何かあったの？体でも悪くしたの？どうしたの？もしもし？11。もしもし？お母さんの声聞こえる？これ非常にですね、感動的なシーンなんですけども、石田さん、ここは台本通りにやってるんですよ。ティニンゴにいる母親と電話で会話するんですけども、脇に急に胸が詰まると、母親と久しぶりに話したこう思いが込められてくるというシーンなんですけども、ちゃんとこのトカキでもですね、受話器を持って絶句した11の目からポロリと涙がこぼれて落ちると書いてあるんですね。石田さんは台本通りに演じて涙を流してるんですね。そこでですね、ドラマチェック。以前雑居時代座談会で当時の助監督をやっていた荒木さんがですね、ここについてのエピソードを話してます。さっきから僕が一番印象的なのは、お母さんに電話をする時に泣いた、大沢さんが会社で窮地に陥って、それを救うためにお母さん電話した時に涙を流すっていう、これ監督とね結構あったんですよ。で、彼はね、涙は出したくない、で監督はちょっと涙を出してくれって言って、彼は要するに悲しさやあの寂しさをね、涙で表現するの俺は嫌だと言って固くなに拒んで、結局説得して涙を流した。ある種の美学、涙を流しているような、それだけ感激したシーンを演じたいという、そういう気持ちがあったのかもしれませんね。この台本検証というのはですね、基本的には果たして台本通りにやってるのかと、アドリブがどれぐらいあるのかというですね、コンセプトがありますけども、実際
台本通りやっていたんだけども、でも裏ではこういうことがあったということを知るのもですね、台本継承の醍醐味だと思います。心配ばかりかけて、だから小じわが増えちゃうんだわ。本当に嫌になっちゃう。危ない、誰よ。あきちゃんね。いえ、僕は2階の。ああ、あんたね、ちょうどよかったわ。私あんたに一言言っておきたいことがあるのよ。そうよ、どうしてうちのなっちゃんあんないかがわしい写真のモデルになんか使ったりしたの。あ、それはなっちゃんはね、おかげで後悔して恥ずかしがって家出までしちゃったのよ。この責任はどう取ってくれるの。すみません、でもだいたいあんたたち写真家はね、他に何の能力も持たない、人生下劣な人種なのよ。カメラさえ持ってれば天下晴れて女を裸にしたり口説いたりできる。そうなんでしょ。いや、決してそんな。ダメ、言い訳は聞かないわ。うるさいな、静かにしてよ。あれ、その男誰。何言ってるの、あんた寝ぼけてるの。これは大場さんよ、よく見てみなさい。いや、違うよ、あの風天とは。そんな。こんばんは。こんばんは。あら、誰、あなたは。いや、こいつ泥棒か。泥棒。吉田さんよ、そんなおもちゃ。友達よ。え、俺の先生だよ。写真を撮った人は写真を撮った人。稲葉優作です。はじめまして。なんでいつまでくっついてんだよ。あ、失礼失礼。よかった。なんだね、そそっかしい。誰だよ、泥棒だなんて言ったのは。春姉ちゃんがそう言ったからさ。うっそいよ、あんたがそう言ったんじゃないの。待ちなさいよ。どうも失礼しました。あき、早くしまいなさい、そんなもの。せっかく試し切りのチャンスだと思ったのにな。バカいねえ、そんなことされてたまるかよ。びっくりするな、もう。じゃあこの方の本物ですよ。この人、居合抜きの名人。文句あんの。いやいや、分かった分かった、もういい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 。分かったよ。分かってない。ところどころ春子の言い方が強調されていたり、ソファーで転がるところは台本に書いてある以上のことをされていて、さすがですね。誰にも会わなかった。何を言ってんですか。あんな女どもにいちいちビク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 していけませんよ。目低いできますね。しかしね、大丈夫、おしゃれな子がいっぱい、あんまりない。行こう行こう。あんな黒焦げの目玉焼きなんて満足に朝ごはんも食べられないんだから。あら、お父さん、駅まで一緒に行きましょう。ああ、せめて大丈夫ですよ。しょうがねえな。まあ、あんたたちなの。あのね、目が悪いんだったら気取ってないで眼鏡ぐらいかけなさいよ。だからあんな婚約者しか見つからないんだから。まあ、大きなお世話よ。これだってね、眼鏡外せば看護婦の中で一番。え、今なんて言ったの。ちょっと人の婚約者にケチつける。痛い。最後、お茶目で可愛いですね。お父さんはそう言うんです。いいえ、こういうことはすぐ警察に届けるべきよ。犯人を探すとか、この辺のパトロールを強化してもらうとか。そうでもしなきゃ怖くて外歩きやしないわ。夜勤で夜中に帰ることだってあるんだし。大丈夫よ、春姉ちゃんなら狙われっこないわよ。ちょっと、それはどういう意味なの。私は犯人に狙われるような魅力がないっていうの。そうじゃないのよ、子供の誘拐犯だからってこと。
でもやっぱり私も届けた方がいいと思うのよ。マリーじゃなくてもまた誰かを狙われたらどうする？身代金でも請求されたら大変だわ。こんな家に住んでるから大金持ちかなんかに見えるのよ。だから大きな家に住むのもよしよしだって言うのよ。お掃除だって大変だし。やったこともないくせに。なんですって？よしってよ、兄弟喧嘩どころじゃないでしょ。お父さんももう一つはっきりしないし。そうよ、本当に見え切らないわ。だから私もいつまでもお式をあげられないのよ。関係ないじゃない。終わりよ。私がお嫁に行くのか彼を養子にするのか、お道具だって持参金だってちっとも具体的な話をしてくれないじゃないの。今ねマリーの話してるの。でもさ、もし身代金でも取られてごらんなさい。私の結婚式はますます絶望的になるわ。でもまあそれならそれでもいいのよね。だいたいね、あんな男には私のようなお嫁さんは贅沢というもんだわ。じゃあなんで婚約したの？だってさ、早く誰か決めとかなきゃあんたたちがまた売れ残りとかなんとか言うじゃないの。ああ、本当に損しちゃったわ。お見合いの時メガネさえかけてればね。あんな顔いっぺんに断ってやったのよ。ああ、ああ。あんた、笑ったわね。こちらはアドリブじゃないかと気になっていた方多いのではないでしょうか。これですね、以前行われた雑居時代座談会でもですね、このシーン完全に富士山のアドリブで、風子役の山口泉さんがですね、思わず笑ってしまった。これは映像に残ってますよね。兄弟での絡みで、あもうあの、まなみさんに笑わせる、笑わさられちゃうことがすごく多かったし、あれは本当に笑ってたとか、笑ってなかったとかっていうことを、今でもなんかあの残ってますよね、あの書き込みで。あのベッドから転げ落ちたのは本当に笑ってた、風子が笑ってた。お見合いの時、メガネさえかけてればね。あんな顔いっぺんに断ってやったのよ。あれもうどういうけどか分かんないけど、だから石田さんとまなみさんが一緒になるともう本当にリアクション芸のダブルになるから、もう本当すごいですよ。雑居時代ではこの富士山のこの、リアクションが冴えてましてですね、春子というキャラクターをですね、本当富士山自身が本当に作り上げていると、その典型的な例だと思います。ですから喋りのトーンであるとか、そして何しろこのリアクションですよね。これによって、しかもこの春子は非常に近眼であるというキャラクターをうまく利用してですね、人を冷蔵庫と間違えたとかですね、よくこうバランスを崩してソファに崩れ落ちるとか、そういうとこは本当に見ていて笑っちゃいますけど、本当に富士山が計算してそういうアドリブというかリアクションやってるんですね。本当に素晴らしいと思います。